優勝戦六号艇の森永淳選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は四コースからの攻め、刺しての二着で輸出ということになりました。はい、この一戦を振り返っていかがですか。うん、まあ、思った通りの展開になって、はい、はい、いいとこさせたかなと思います。はい。十二レースは強力にエンジンが出てるメンバーが揃った中で、四、はい、コースから。これはもう最打ちを刺すというイメージで。そうですね。あ、あの位置しか狙ってなかったので。はい。はい スタートを決めて攻めていきそうな選手もいたし伸びる選手もいたしで、はいはい、イメージ通りのレースができました、はい、予選道中はちょっと展開風も重なったんですが、はい、足としては今節どうだったんですか、うん、足はもうずっと良かったですね、まあ、回転がちょっと合ってないかなって時もあったんですけど、はい、まあ足自体は良かったですずっと、はい、そしてこの準優位は2着、2着でしたが、はい、これも調整面でもいいところに出てる。 そうですね今日に相当もあ朝はちょっともうちょいかなと思ったんですけど、はい、12レースはバッチリやってました特徴的には伸び方ですか、うん、うん、だいぶバランス取れて全体的に良くなったかなと思います、はいはい、優勝戦の中だと似たようなタイプのエンジンが揃った感じですかねみんな一緒ぐらいだと思います枠は6枠なんですが、はい、どんなレースをしましょうかいやもう6コースからね展開、はい さすぐらいしかないと思いますはい、それでも突き抜けるような足はありますね <laughs> 突き抜ける足はないと思いますそうですかじゃあスピードを持ってそのあたり行っていただきたいと思います、はい、今年はこれが12回目の輸出で3回目の優勝がかかる一戦です、はい、ファンの方に一言お願いしますはい、えー、コースといいんですけど何、えー、とか一発狙っていきたいと思いますお,いお願いします。<laughs>